や、散々追いかけられてきたネメシス君がついにヤクザが使う死体を溶かす薬剤につけられたとこですけど、まああれで終わりじゃないよな。もうこことかすげえやり部屋じゃん。こんなこんなんもう戦うために存在してる空間でしょ、奴と派手に決着をつけよう、うん、こんな広い空間ね。じゃあそっちだな。まあなんか前回兵器の資料みたいなの見たもんね。レールガンって書いてあったと思うけど。ん？おう、いた。やり遂げたわ。ワクチンを返して、このがめついクソ野郎。返すものか。お前は金のなる木だ。俺は金が好きでね。ということで取引は進行中としよう。さあ銃を捨てろ。まあワクチン持ってる以上あっちが有利だよな。もう来たの？早くない？薬漬けにしたばっかじゃん。うわうわうわ、やっぱり水吸うと膨らむじゃんこいつ。ワカメかよ。さすがのニコライもドン引き。今までこれほど素晴らしいものを見たことがあるか。あるわバカ。このデータはきっと高く売れただろうな。だがここは諦めるしかない。町はもうすぐ爆破される。己の命までは金に換えられん。引き際わきまえてんな。剣道を祈る。ニコライズル。お、いたのか。ワクチン奪われた。ニコライ追って。君はどうするんだ。やる気だな。時間がない。行って。ここは任せて。わかった。いい、覚悟しなさい。今度こそ蹴りをつけてやるから。やる気満々の面してやがる。ここで決着だな。シャオラマグナム使うか。ついに。ちょっと待って、どう戦えばいいのかよくわかんないんだよな。でもこれなんか左右のこれ使うのか、この装置。なんかこういうの他の部屋で見たよね。あ、でも別に今何も調べらんないな。何すりゃいいんだ。あ、なんかあんな。今更ハンドガンの弾、そんなんで倒せんの。手榴弾もあるけど。救急スプレー、あー持ちきりね。あー、まあダメージ受けたら拾えばいいか。救急スプレーすでに1本持ってるし、調合ハーブもあるしね。手榴弾3つも拾ったな。これ役に立つのか。手榴弾でひるんだりすんのかな。先行手榴弾もあるけど。それー、そんなに効いてる様子ねえぞ。こんなのじゃ効かないの。あ、なんか調べられる。これか。あ、これがさっき書いてあったレールガンってやつか。さっきの部屋になんか資料あったけど、それ持てんの。めちゃくちゃ重そうだけど。人間が持つこと想定してる？え、これ、勝手に撃ってくれた。これで引き続き攻撃する感じ？あー、そのためのやつか、左右のやつは。電力が必要なの。左右の電源装置みたいなのを再起動させて、赤いのがそうかな。なんかこいつも攻撃、うわ攻撃してきますよね。どのタイミングでやりゃいいんだこれ。大丈夫？いや、ちょっと待って、狙ってきて、いてー。そうだよな、攻撃してくるもんな。なんかあれ怪しいな。うん、すっごいダメージ受けてる。一回吸おう。吸って、一旦吸って、落ち着いて。あ、このタイミングで手榴弾とか放り込めばよかったのか。なんかあのさ、いやでもどうだ、効いてる感じせんな。怖っ。うわ、いけー。どうなんだろう、これ効いてんのかな。ちょっと危ない。なんかさっきまでそれ出てなかった気がするんだけど。あ、今のもっと欲しそうね。それだな。ちょっと待って、それ当たる。ういでー、あれ避けられないのでは。ちょっとあっちに急スプあったよな。ちょっとダメージ与えてひるませる必要ありそう。はい、吸って、息を大きく吸って、そこ。こういう時こそいて、マグナムでは威力の高いマグナムで、いやー強い。攻撃力高すぎねえか、これ。あと一発で死ぬのでは。吸って、ちょっともう回復ねえぞ、早くも。あそこ、あそこ、よし。さすがにマグナムは威力が高い、一発で潰せる。あれで全部じゃないの。よし、これでひるんだか。あ、ダウンしそう。今のうちに押し込む。で、いいんだよな。
倒れてる間に追撃かますとかじゃなくて。残りの電源はあと2つです。了解です。これを再起動させて起きんね。まだ起きんなよ。お、マグナム役に立ったな。残りの電源はあと一発で潰せる。で、ハンター側これ間に合うか。やばい、起き上がった。これはどうだ。もう一回ダウンさせる必要あるか。何度でもくたばる。何度でもくたばらせてやる。あー、手榴弾もう一回投げてみるか。あ、でもどうだ。また、あ、また復活したな、あれ。おら、いや、どうだろう。的確に当たってる気がしない。やっぱマグナムだな、これ。マグナムなら一発で潰せる。強いよ、マグナム。おら、そこ役に立ってるぞ、ちゃんとマグナム。痛い当たる前に痛いって言っちゃってた。よし、潰したぞ全部。これで全ての電源を再起動できるので、待ってろ、ワカメ野郎。あ、ハンドガンの弾落ちてんのはそういうことか。ハンドガンの弾ばっかり落ちてるけど、ショットガンみたいな拡散する武器じゃなくて、ハンドガンみたいなピンポイントで狙える武器で的確にあれを撃てと。で、え、これ、うわ、うん、あ、よかった、今ので。どこ撃てばいいんだろうって悩んじゃったけど、トリガー押したら勝手に撃ってくれたジルが、ムービーで。これでとどめか？ん？なんだ？何？何しようとしてるこの人？近づいて撃たんくてもよくない？ああ、なるほど。すごいこと考えるな、この人。今度こそ仕留めてやる。じゃ、反動とか考えないの、撃った時の。ほら、もう、いや、その程度で済んでよかったな。すっげえ威力だな。さすがに消し飛ばしたか。せいせいした。こいつの血そんなに浴びて大丈夫？え、これもう本当に本当に今度こそ完全に粉々にしたから、これ以上追ってきようがないよな。あの先進むのかな。ちょっと待って、一応アイテム、拾えるだけ拾って、まだ何かあるかもしれないからな。いやー、マグナム大活躍だった。満足。最後まで温存したまま終わるかと思ったけど、なんかここ通りたくないけどな。踏みたくねー、こいつ。で、でも燃えてるけど大丈夫か？そこ、あ、さすがに通れないのか。うん、あ、こっちか。あ、探索済みになってんね。うん、全部のアイテム拾った。あれ？そっちの空間になんかあった？え、ここどこ？ここがまずどこなのかわかんないけど、まあ、いっか。ハンドガンの弾とかしかないし。うん。救急スプレーも持ってるし。どうだろうな、まだ何かあるかな。ネメシスは完全に倒したはずだけど。あ、なんかのメモ。捨てられた契約書一部。あ、これニコライの持ち物じゃないの。契約概要、依頼者はラクーンシティの混乱状況下における勇者アンブレラの弱体化と市場シェア奪取を目的として下記の諜報業務を依頼。まあ、アンブレラの敵側なんだね。アンブレラの弱体化が目的なんだ。まあ、競合他社が雇ったエージェントみたいなのがニコライってことかな。勇者による T ウイルス漏洩の証拠隠滅を妨害し、勇者の責任を明確化する。勇者の防御と治安部隊、警察と交戦させ、各技術の実用性を判断するための戦闘データを回収する。そのデータを得るためにジルは利用されてたんだな。で、 N 計画、ネメシスのことだなど、新型防の展開があれば報告する。依頼者はこの契約に先んじて結ばれている勇者との契約金を上回る報酬の支払いを確約。また勇者からの報酬を受け取るまでは勇者間との雇用契約を優先することを認め、その間は収集した勇者の機密データを利用しないことで合意。まあ、この組織がどこかは書いてないけど、この組織とアンブレラ両方からお金をむしり取ってたわけだね、ニコライは。おそらく本当にこの相手が誰かは書いてないね。アンブレラに競合他社なんていんの？いや、いることはいるだろうけど、アンブレラの力が強すぎて、そんなにねえ、競合するような勢力あんのかって思うけど。ここどこ？この先でいいんだよね。
うん、もうここがどこかも分かんないけど、とりあえず進もう。ニコラにワクチンを持っていかれるわけにはいかない。そうだね。うわ、なんかこういう場所あったな、2にも。カクゴシが奴を止めてくれれば。まあネストとネスト2だもんな、似ててもおかしくないか。ああ、こういう場所ネストにあったの覚えてるよ、 RE2 の。何にも落ちてはないね。もう本当にもうあれか、これ以上戦うことはないのかな。そうであってほしいな。まあスチールボーイとかは結構持ってるから、通常の感染者ぐらいなら怖くないけどね。カルロスちゃんと追ってっか。セーブポイントとかももうない、ノーデータ。あ、これもう屋上か。いや、バイオハザードのラストといえば屋上よ。カルロス？あ、マジかお前。いや、でも屋上から逃げる場所ない。ほら、いるじゃん。お前らには俺を倒せない。こいつを返す約束だ。なかなか仕事できるやつだな、こいつ。おい、マジで？自分が何をしたか分かってるの？俺結構まずいのでは。知らん。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従った。うん、アンブレラを潰せ。さっき見たもんな、契約書。ミサイルが発射されたか。え？そろそろ行かね。これもラクーンシティ焼き払われんの確定なの？忠告を聞かないからこうなるんだ。カルロス！おお、軍人同士の格闘。ああ、カルロスもさすがに弱ってるな。おっ、いや危ないぞ、結構撃てない。あなたにも当たる。じゃあ近づけ。ためらうな。他に方法はない。言ってる間にもっと近づけるだろ。え、撃つの？はい。カルロス。あっさり撃ったけど。言ってろ。え、当たった。俺のいない世界なんて寂しすぎるって。死ねるわけない。あ、よかった、カルロスに当たんなかったんだな。ああ、ニコライにだけ当たってる様子だ。ちゃんととどめさせ。あいつどうする？てか、まあとっ捕まえた方がいいよな。殺すのももったいないか。なぜこんなことを？世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。誰に雇われてる？教えてやる。逃がしてくれたらな。金はいくらでも払う。まあとっ捕まえて吐かせればいい。お前はバカだと思うけど。後悔するぞ。あれあれあれ、ほっとくの？俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。それくらい明らかにしてみせるわ。ラクーンシティごと爆破させるってこと？いや、ちゃんととっ捕まえた方がいいのでは。これはこれなんか判断ミスになりそう。置いていっちゃうんだニコライ。でもワクチン壊されちゃったから、そうだね、街を助けるのは無理だから、もうミサイルでの爆撃を受け入れるしかないってことなのか。ジル、大丈夫か？こうしている間に多分レオンたちも脱出してるんだよね。来た。うん、爆破されちゃうから。ラクーンシティの全てが焼き払われるってことだけど。うわー、え、ちょ、これヘリの操縦に影響しない？大丈夫？結構な衝撃。おい、ここで墜落したらシャレにならんぞ。ギリギリのタイミングだったな。これはニコライも助かってないね、さすがに。やっと終わった。さよなら、ラクーンシティ。ああ、じゃあ今後のシリーズでも爆風の熱に包まれながらも寒気と虚しさ、なんだろう、またラクーンシティに戻ってくることはないんだね。無数の命を奪ったのは怪物を作るウイルスではなく他でも人間の欲望だ、うん、ラクーンシティが灰になった代償を私が必ずアンブレラに払わせてやる。
誰も私を止めることはできない。うん、これからも戦い続ける決意をしたって感じだね。ああ、こういう終わり方なんだ。まあ、ハッピーに終わったとは言い難いんだけど、まあ、カルロスとジルは生存できたけどね。まあ、これからも彼女はアンブレラと戦い続けるってことだ。終わっちゃった。ちょっと寂しい。ちょっと最後短くなっちゃったね。思ったより終盤まで来てたんだな、前回の動画が終わった時点で。割とあのレールガンで倒すネメシスもあっさりやっちゃったし。はい。というわけで、無事最後まで見届けられましたね。バイオハザード RE3。バイオハザード3のリメイク版でしたけど、こんな暗い BGM で最後このエンドロール迎えることある？全然ハッピーな雰囲気じゃないんだけど、 BGM 的に。いやでも RE2 同様ゲームバランスは素晴らしかったね。うん、やってて弾使いすぎとか、弾使いすぎはないか、ケチってたからなんか無駄な被弾しすぎとか、うまくいかなかったなってことも多々あったけど、それでもちゃんと割と余裕持ってクリアできるように作られてるもんですね。いやなんかちゃんと順番にやってると他のシリーズとのつながりも感じられて、なんか良かったね。だって本編開始のタイミングが RE2 の本編の1日前で、だから多分カルロスとタイデルが立ち去ったすぐ後に警察署にレオンまたはクレアが到着したっていう感じなんだよね。タイデルとカルロスがいなくなった後、うん、レオンたちが来て2のストーリーが始まるわけだ。でその後半日以上ジルがすやすや寝ちゃってたので、多分ジルが寝てる間とかにレオンたちが一生懸命タイラントと戦って、でまあ同じくらいのタイミングで街を脱出したりしたのかな。そういう感じなんだね。いやーでもそっか、ラクーンシティあれで滅んじゃったのか、ああいう形で滅んじゃったのか。最終的には感染を抑えられなくて政府が街ごと吹っ飛ばすっていう。いやバイオハザード3にラクーンシティ最後の物語っていうキャッチコピーをつけられてるのを見たことがあって、ああどういうことなのかと思ったけどそうだね、まあ最後にジルが言った通り人間の手で滅ぼすことになってしまったね。ウイルスを作ったのも人間だし、ミサイルを放ったのも人間だし、いやー面白かったな。でそうだな、じゃあもう次にバイオハザードシリーズ作品をやるときは、まあ、ナンバリングで言うともちろん4になるんですけど、3と4の間にコードベロニカっていう作品があるんですよね。これも人気作品でやりたいなって思ってるんですけど、なんかどっちが次にリメイクされるか、まあ何かしらリメイク作品はまた出るだろうけど、この RE シリーズも好評だし、次にこういう形でリメイクされるのが4なんじゃないかっていう説がなんか割と濃厚っぽくてですね、4のリメイク版ももし出たらやりたいんですけど、どうなるかな、ちょっと断言できないけど、もしかしたらそれより先にコードベロニカ、まあ、コードベロニカも一度もリメイクされてない作品ですけど、それを先に実況するかもしれないですね。だってコードベロニカの主人公クレアなんだもん。2に出てきたあれだね、クレア・レッドフィールド、クリスの妹ですね。いやーバイオハザードの女性主人公がかっこいいね。それにしても
そう、前作のクレアといい、ジルかっこよかったな、ずっと。なんかまあどの主人公もそうかもしんないけど、前作のキャラよりさらになんか判断力の、判断能力の高さが目立ってたような気がする、ジルの。いや、なんか時計塔でピンポイントでチェーン打って柵を落としたとことかさ、あれかっこよかったなってずっと思ってんだけど、ああいうなんかただ身体能力が高いだけとかじゃなくて、判断の速さで切り抜けてくっていう姿はめちゃくちゃかっこよく映るよね。まあアクション映画とかでも基本かもしれないけど、そういう見せ方は、まあ、身体能力っていうか体の頑丈さもイカれてたけどねやたら高いとこから落下しまくってたけど骨の一本も折れてなかったし、まあ折れてたのかもしんないけど、ハーブ吸ったら元気になるからねやべえよあのハーブ、いつものことだけど、そりゃあんなハーブが自生してる場所で製薬会社なんてやったら成功するでしょ、アンブレラもハーブのせいでアンブレラ成功しちゃったのかもしんないな。あとはなんだろう、まああとネメシスの存在か、タイラントをさらに強化した存在だったけど、いやなんか俺さ、小学生とか中学生くらいの頃、自分はバイオハザードやってなかったんだけど、まあ、やってる同級生は結構いて、なんかみんな3の追跡者やべえやべえ言ってたのをなんか覚えてんだよね、不思議と。でそのヤバさを20年後に知ることになったわ20年かかるとはな、あいつらもやったかな、リメイク版いやでも本当なんだろうな、2のタイラントもそうだったんだけど、なんか妙に楽しいんだよな、あの追われながら行動するの鬱陶しいんだけどね。いやあれは同級生たちがはしゃいでたのもよくわかるわ。あとなんか語ることあるかな、でももう終わりかな、ディレクターさんの名前が出てカプコンのロゴで終わりだな。楽しかったです、ありがとうございました。これなんかクリア後要素みたいなのないのかな、3は。2の時はクリアした後さ、あ、破壊されたワクチン。これはジルの家か、敷金払ったか。ああでもまあ敷金とかそういう話じゃないか、町ごと吹っ飛ばされたし。ちょっと水差すなよいい気分だったんだからさ、クリアしてランク C か。そうだね、俺11回も死んだのか。そうカットしてるとこで死んでるのとかもあったからね一回しか死んでなさそうで 3,4 回死んでる場所とかなんか確かあったからね。そうなんですよ、なんか2よりも苦戦はしたような気がする。2よりもストーリーとしては短かったような気がするけど、いやいいゲームだな。あ、ショップが追加されました。メインメニューのショップで商品が購入できます。なんか新しい追加衣装とかそういうのかな、追加要素でありがちなのはそういうのだけど、あ、アイテムとかもあるんだ。え、サイドバッグ手に入るとかあんの、すげえ。サイドバッグには困らされたからな。じゃあ今回は難易度スタンダードでやったけど、もっと高い難易度、うわ無限ハンドガンとか、こういうなんかシリーズでおなじみのボーナス要素もこのポイントでもらえるんだ。へえ。なんかいつものバイオハザードだと、うお無限ロケットランチャー、難易度ハードで何時間以内にクリアするみたいなのが条件だったりしてたけど、こういうなんかクリア時のポイントみたいなので買うシステムなんだね今回は。しかも買うものを選べるんだ。あ、これ1の衣装、時の衣装だね。はあ。
こういうので周回プレイが楽しめるんだな。でも2の時みたいな裏シナリオみたいなのはそういうのはないんだね今回は。なるほどなるほど。コンセプトアート、あ、これはおまけ要素だね。ネメシス、ネメシスこの時の方がかっこよかったよな。フィギュア、これなんだろう、どういう条件で手に入れられるんだろう。ブラッド、おいおい、ブラッド回せるぜ、ブラッド回せちゃうぜ。なるほど、ブラッド感染後のブラッド、なるほどなるほど。じゃあそうだね、追加のシナリオみたいなのもなさそうなので、バイオハザード RE3 の実況はここまでっていうことになるかな。じゃあ、まあまたバイオハザードシリーズの実況はいずれやると思うんですけど、また別の実況も見てくれよなってことで終わりにしましょう。あざした。